右の上もしね。実売終わっちゃったら、直しも終わっちゃったら4かな、そうちょっか。実売はこれもあの中学の知識を思い出していただいて、こういうのってさ、これでもいいよね。この形が出てたら4つでいいでしょ。B だと思った。B じゃなかった。じゃあ B じゃなくて B にベクトルついてると思った。あ、違った。探してみるといいかもしれない。これは？意味で言うかもしれない。じゃあなんていうの？意味で違うけど。まあこれ言葉出ることないけど、ないから覚えたいんでしょ。今回はこうやればいいんだなってことだけ分かってるからいいんでしょ。分配法則で分かんないから言わなかった。そうだけど、そうかなって思ったのね。言うぐらいです。計算自体はそんな難しくないでしょ。気をつけなきゃいけないのはゼロにも方向があるってことと、あとはマイナスがついた場合に向きが逆になることぐらい。OK ですか。計算ではマイナスって書いてください。うん、もちろん。そしたら図紙するのは大変なので、2、3位とかの高校に行くとかさ、